よほどこういうの好きなのかもしれないけど、子供といて研究してましたからね。切りないですよ、多分。もう撮ってですか。あ、もう一応回してはいますけど。野口五郎でね、一個だけ選ぼうと思ったんですけど、グッドラックですね。わかります？わかんない。やっぱりちょっと人と違うっていうか、あんまり出てこない曲名だと思いますよ。本当ですか？グッドラック。野口五郎さんだとやっぱ私鉄沿線とか、そんな感じでしょ？ああ、そうですか。この人演歌歌手に見えますけど、多分ロックシンガーとかや、まあ何でもできるすごい人なんですよね。ああ、はいはいはい。コメディアンだと皆さん思われてますけど、すごいと思いますよ、この人は。ゴローズってバンドやってますもん。バンドっていうか一人バンドね。グッドラックってこれ、恭平、爪恭平の作品なんですけど、坂本慎太郎って言いますよね。ゆらゆら帝国。ちょっとわかんないですね。がカバーしてるぐらいの曲なんですけど。あ、最近の人ですか。最近だって十何年ぐらいなんですけど。グッドラックを？この曲をカバーしてます。ゆらゆら帝国じゃなくて坂本慎太郎。グッドラックってね、AOR っていうアダルトオリエントロックみたいな言葉があるんですけど、歌謡曲とか、なんかそういうジャンルがあるんですよ。大人が聴くような感じのアダルト系ロックみたいな、AOR っていう概念があるんですけど、AOR という概念をその洋楽でね、あるんですけど、その AOR を日本に入れて見たんですよ、筒恭平が。で、これがそれで、それを野口五郎に歌わしてるのがこの曲なんですよ。だからね、これより前はやっぱり歌謡曲なんですよね。筒恭平の口頃ってなると、だ私鉄伝説とかさ、武蔵のなんちゃらとか、針葉樹とか、何かを並べて恭平シリーズ並ぶんですけど、このグッドラックになるとね、急にね、ちょっと洋楽になるんですよ。で、この後コロッケで有名なやつだとか、なんか、真夏のなんちゃらとか、ああいうの出るんですけど、それのちょうど真ん中に入ってるのがこのグッドラックなんですね。なるほど。で、男だったので、やっぱり自分はね、この郷ひろみと西城秀樹とかその3人ってすごいリアル、リアル世代なんですけど、あんまりその同性のアイドルっていうのにあんまり関心ないって持たないじゃないですか、その男の子的には。アイドル的な目線ではね。だからもうこの頃から私の僕はもうジュリーに行っちゃってましたから。なんかね、この3人は基本的に苦手でなんですよ。あ、そうなんですか。あんまりこう本当に入らないんですよ。それは人によります。いや、私はほら歌が好きなタイプだから、だからその3人とも好きな歌はあるし、嫌いというかあんまり聴かない歌あるっていう感じですね。その3人でいくとさ、野口五郎は多分一番こう難しいとこですよね。難しい世間的なこのですね、コメディアンのカクラキン大放送みたいなイメージになっちゃうから、派手なのがバーンって出るのがさ、やっぱり一番郷ひろみ一番派手じゃないですか。ヒット曲の数とか言って、でムードこの人たちね、だからその郷ひろみヒット曲はいくらでも私並べられるし、西城秀樹でもいけるんだけど、野口五郎はやっぱり私鉄沿線とかになっちゃうじゃないですか。で、私鉄沿線ってさ、なん曲のあれも結構難しいじゃないですか。つまり私鉄沿線なんですよ。で、この2人は私鉄沿線に住んでるんだよね。私鉄沿線って言ってたから JR じゃないわけ。JR とか国鉄じゃないわけ。当時国電ですか。だから西武、池袋線とか新宿とか小田急とか京王道とか、ああいうイメージなわけじゃないですか。で、なんかターミナルで乗り換えて2、3個行ってね、住宅街になんか同棲かなんかしてんだこの2人はみたいなのが頭に入るんだけど、なんかちょっと神田川の延長線みたいな、当時の私鉄沿線って要するに東京ではあってもまあ B 級の住宅街、っていう感じですよね。だからまあ家賃も安いだろうみたいな、ね、そういう意味じゃないですか。今だと通じないですけどね。今も東京私鉄沿線ってそれがどうしたって言われますか、ね、今東京のところ、ね、東京メトロ沿線そういう世界観ですよね。東京でもなんつうの、まあ、田舎っつうかちょっと下町っぽい雰囲気がまああったみたいな感じの時代ですよね。
だからね、だからこう芸能人としては有名な人なんだけど、歌手としてはちょっと過小評価されてるのはこの野口五郎かなと。でも当時からほら3人組の中では何でしたっけ、あの新御三家の中では歌唱力は一番上とかいう評価はありましたよね。他の2人に比べたらね全然上です。そうっすかね。私秀樹さんも相当でも五郎さんも、いや郷さんも結構やっぱすごいなと思うし、3人とも前のレベルなんかちょっとジャンルが違いますけど、ね、郷ひろみはすごいこう芸達者なので、あのスターとしてすごいとは思います。芸能人として、うんうん、まあ好きも嫌いもないんですけど、うん、あのすごい人だなと思いますけど、うん、自分は同性のせいなのか、そんなにこう、だって僕が郷ひろみのファンだって言ったらなんか変じゃないですか。なんか郷ひろみファンってすごいさ、年齢と性別が集中してるんですよ。ああそうっすか。今で言うとね50前半ぐらいの人です、ね、55、6、7みたいなの女子。ああでもあれですよ、じゃあ3人組というか、そのいわゆる新御三家の中では五郎さんが一番好きってことですか。いや、そんなことはないです。そんなことはないですか。どれも好きも嫌いもないです。どれも好き、ああ、うん、なるほどね。つまりそうですね、知ってるしよく聞いてたけど影響を受けたりはしないっていうことですね。でもグッドラックはまあ特に好きだ。このグッドラックはすごいと思いますね。あだから野口五郎というよりはあれですね、住京平の話をしてるに近いですね。あグッドラックに関して。京平さんね。前回京平さんのお話したんですよね。住京平って西城秀樹の曲書いてましたか。郷ひろみと野口五郎はいっぱいあります。花と三橋とかそうでしょ。だ郷ひろみと西城秀樹です。ああ、秀樹さん。郷ひろみと野口五郎はいっぱいあるんですけど。秀樹さんもね、何曲かあるはずですよ、確か。でも。どうかな、どれですか。いや、確かあったと思ったけどな、ちょっと今ピンとこないですけどね。多分ないんじゃないのかな。ないかな。少なくともそんなにヒットしたようなのはないかな。まあ、忙しかったんですね、単純にね。やっぱ声質も、声質とか、雰囲気とかでこう、合ってないのかもしれないですね。なんかどっちかっていうとこう、あえてこう、なんていうの、女的な感じの人じゃないですか、住み京平自身。確かゼロではなかったと思うんだけど、何かは、確か数曲はあると思うんですよね、確かね。でもそんなには、やっぱりヒロミさんと五郎さん、特にヒロミさんですよね、住みさんはね。郷ひろみは多いですね。ね。郷ひろみってそのポケットっていうか引き出しのポイントがすごく多いから、作り手としてはコト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 っていうのに全部対応できる感じの人ですよ ね。ということで野口五郎ですね。あ次はね、寺脇のハバナエクスプレスですね。ハバナエクスプレスってあの LP ですか。ハバナエクスプレスっていう曲があるんですけどね、寺尾明っていうとどこを寺尾明ってするか人によりますよね。でも大体ルビーの指輪でしょ。まあそうなんですけど、私はルビーの指輪って嫌いなんですよ。つまんねえ歌だなと思ってたのによく分かんなくて、私も当時から全然好きなかった。お経のようなね、石原裕次郎にそう言われてましたよ。お経みたいな歌だと。ああ本当に、お経とは思わなかったけど、そんなにいい歌かなとは思いました。私あの奥様は18歳でしたっけ、岡崎由紀の。ああ、はいはいはい、あれさ、学校の先生この人ですよ。はいはいはい、担任の先生だから、なんかずっこ契約のね。そうそうそう、はい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 、あれ結構好きで見てましてね。寺尾明っていうとやっぱあっちなんですよね。ああ。だからルビーの指輪って言われちゃうと、え、そうだっけっていう感じでなんですよ。で、あのちょっと待って、当時 その「ルビーの指輪」がヒットしてた頃ってそのひねくれ者だからさ、寺尾明は嫌いだったんだって言って「なんだこれ」って思ってたけど、大都会とかああいう刑事物もあんまり好きじゃなくって、そもそもさ当時のさこういう卵型のサングラスとかこの人似合わないと思ってただから全然好きじゃなかったんですけど、それでね、自分がもう結構おっさんになった時にね、このねこれシリーズなんですけど、自分の歌をこうリメイクしてるんですよ、この中で。
ったで、これを見た時にね、寺尾明ってこんなにかっこよかったのかなと思って、ああ。いや、この、これはカバナエクスプレスですけど、これをね、すごくね、びっくりして、寺尾明をね、研究するようになったんですよ。どれぐらい15とか20ぐらい年上なんですけど、うんうんうん、自分がおっさんになった時にさ、その なんていうんだろう、このモデリングというかさ、こういうものになるみたいな目標みたいなのがあった方が、まあ、こう年を取りやすいと思ったんですよね。で、その時にもう考えたのがこれなんです。ハバナエクスプレス、ハバナエクスプレスっていうか、ハバナエクスプレスを歌ってるこの寺尾明。あ、他の曲を歌ってる寺尾明じゃダメなんですか。まあ、他もこんな意味でやってるんですけど、この頃の寺尾明は多分これ65ぐらいの頃なんですけど、今70ぐらいですね。で、まずね、まずサングラスの形を変える、ひげを入れる、白髪を染めないみたいなものを、僕昔茶色に染めてたんですよ。え、そうなんですか。だから染めるのはやめる、まず。え、茶髪だったんですか。そうそう。え、茶髪にすると毛が弱ってだんだん剥げてくるんですよ。お、ね、でもそれってさ、染めるってことはさ、白髪とかが嫌だってことでしょ。あ、ね、ジジイなんだからさ、白髪になるんだよ、剥げるんだよ、だからそれをそのままにする、竹中直人、はい、だからそういうことで、なんつうの、染めるとかさ、剥げを対策をするっていうのはさ、30ぐらいだったらそれはしょうがねえやと思うんですけど、50とかになってさ、それはハゲるんだよ。だそんなことやんない、むしろかっこ悪いっていうふうに思ったんですよ。まあ私はそう思ってますけどね。そう、だからそのままでいきゃいいっていうふうに開き直りってやつなんですけど、それをね、そのモデリングにしたのはこの寺尾明なんですよ。で、この頃の寺尾明なんだけど、寺尾さん言っても髪そんなに薄くはないですよね。うん、我々よりはって言ったらあれだけども。だから自分はこの頃から、イメージ的に寺尾明を、ね、目指すように変わった。それ外観的なものです。外観的なもの。あと、ちょっとそれが外観の話なんですけど、寺尾明ってルビーの指輪の頃はね、全然ピンとこなかったんですけど、作曲家としてこの人すごいですよね。ただ、はい、ルビーの指輪って盗作疑惑っていうか、パクリ疑惑があるんですよね。そうですか。うん、まあ、他の曲は分かんないですけど、いや、このね、どこにあるんです。で、その中で私はこのハバナエクスプレスってのがあるんですけど、このハバナエクスプレスがすごい好きなんですよ。今、さっきのクワイトボーコと同じで、たまに聞きたくなって聞くのがこれだ。今から喋るのみんなそうなんですけど、なんでこれなのっていうのもポイントがあって、ハバナエクスプレスはそういうポイントですね。あとシャドーシーとかもサスライとか何でもいいんですけど、あのリフレクションズっていう LP あったんですよ。そうそう、これです、これです。それはライブがこれです。それは聞いたんですか。当時買いました。買わない。あ、それほどだよね。あのね、寺尾さんのね、リフレクションズっていう LP はね、当時すごいセンセーショナルというか、まあ、私高校ぐらいだったと思うんだけど、だからよく覚えてるっていうか、まあ、真っ只中だったんですけど、当時ね、歌詞レコード屋っていうのができた頃なんですよ。 U&I みたいな。いや、もっとその前のレコードっていうのが、だレコードね、レコードっていうのが元祖で出てきて、ありました、ね、で、散々業界から叩かれて、で、歌詞レコード屋っていうのが認知されてっていう、ちょうどね、それとね、このリフレクションズの大ヒットとね、多分ね、これ私の記憶ですけど、多分合致してると思うんですよ。で、その歌詞レコード屋が勃興してきた時期に寺尾さんのリフレクションズが出てきて、で、歌詞レコード屋イコールリフレクションズっていう私の中の記憶なんですよ。で、もちろん私も借りて、で、すごいアルバムだなっていうか、リフレクションにだからハバナエクスプレス入ってますよね。だからそれがさっきなんですけど、あの中で特に好きな楽のハバナエクスプレスなんですよ。なんか早口で言うと、要するに詩の内容は、まあ、自分で書いてないですけど、すごい、こんな曲書けないなと思って。あのね、お見事な作曲家です、この人。で、単純にその、私の場合は野原さんと違って、売れ線が好きだから、
まあ、ルビーの指輪は売れすぎて嫌いだったけど、まあ、サスライとか好きだったんですよ。ああ、そすらいいですね。サスライ。シャドウシティ派。シャドウシティとか。だって、シャドウシティなんて私、カラオケで歌ってますよ。ああ、うん。3曲、あの当時、同時にベスト10入りしたんですよ。シャドウシティ、あと、なんだルビーの指輪、シャドウシティ、それからサスライと3曲同時にベスト10に入ったんですよ。で、当時トップ10っていう番組とザ・ベスト10っていう番組があって、多分両方とも3曲同時にベスト10に入ったと思う。そこでやっぱり岡崎由紀出てましたね。また違う、まあ、榊原郁恵だったかな、もう覚えてないけど、あ、まあ、ちょっとそれは覚えてないんですけども、でその番組で一人で3曲歌うっていうのはすごいなと思って、うん、昔あの原田真二さんも何かそんなことあったんですけど、ジャンディ・シャドーボクサー・ティーンズ・ブルース、そう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 、出てきますね。そう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 、お一人で3曲歌ってすごいなと思って、でそのトップ10の特別番組かなんかあったんですよ。多分改編期の番組だと思うんですけども、その時にハバネエクスプレスがやってくれたんですよ。ハバネエクスプレスいいですね。だから当時の映像でハバネエクスプレスの映像もあるはずなんです。ありますあります。日本なんかこんなようなの、カーディガン考えてるのありますけど、あの時はすごいなって、もう本当に時代と一体化してましたよね。岡崎由紀の先生がこんなになりましたね。で、年を取れば取るほど宇野重吉になっていくんですね、この人は。あー、なるほどね。いろんな芸能人の親子いますけど、この親子が一番似てないですか。例えば誰でもいいけどさ、長嶋茂雄親子とかってそこまで似てないしけど、うん、宇野重吉ですよ、これは。さ、歌う宇野重吉って感じで。いいな、その視点。歌部の重機さんですか。そう見えませんか。いいや、初めてそういう視点は見ましたけど。いや、だってこれ宇野重吉ですよ。昔の人が見たらこれ宇野重吉だって言いますよ。ああ、それぐらい似てますね。